まあ、僕は本当に柏木さんに出会って一番自分のトレーニングの中でこうしつこく言われたのがとにかく1セットで追い込むということですね。あとそれから、もう一個柏木さんに出会って僕が実践してよかったなと思うのが、休むことなんですよね。まあもちろん徹底してやるから休むそうですね。まあ、そこすごい僕休めない人間でもう、ね、あの休むのが怖くて休むと筋肉落ちちゃうんじゃないかとか、ね、もうそわそわして本当にトレーニングしてないと気が済まないようなあの時代もあったんで、その辺でやっぱりこう、なんですかね、追い込むことを休むことの柏木さんのこう考え方っていうのはやっぱり休むことっていうのは大事なんです。休むこと、ね、まあ、自分の経験からなんだけど、その調子がいい、すごい調子がいい、もうこのまま行ったらもうどんどん成長するんじゃないかっていう、そういう時があるじゃん。で、そういう時の次に来るのが怪我だった、うん、調子がいいなと思ってて、で、怪我をして、で、上がっては下がって、上がっては下がってっていう、なかなかそこから上がれないっていう時があったので、だからそうすると、まあ伸びが結局は少ないのかなっていうんで、その筋肉の成長と関節の回復に対してこのちょっと違いが出てるっていう感覚があったので、この調子がいいなと思ってる時にもう思い切って休むと、うん、で休んで、あと、まあ、調子がいいところを休んでもったいないと思う人もいるかもしれないけど、結局は最終的に成長につながってると思うんで、だからこれはまあ休んでしっかり回復させてまた全力でトレーニングやろうっていう、で1週間ぐらい休んだところで全然筋肉落ちないで、落ちないですよね。僕は本当にそれ最初も休め休め言われても鬱陶しくて、それが言われるのがもうストレスで、でも休むことでその後のこの調子の上がり方とか、まあ、もちろん怪我も減るんですけど、そこを体感できるようになってからも本当に逆に今度僕は休むのが楽しみというか、休めるから頑張ろう、そうそうそう、休んだからやろうみたいな、ね、休んでる間に、なんだ、精神的にも回復して充実してくるから、やる気が出るんですよね。そうですよね。だから今も本当に柏木さんに教えてもらったその休むっていうのは、特にあの追い込める人ほど、選手なんかはやっぱりみんなどんどん追い込んじゃうんで、そう、日本人休めないと多いですよね。でそこをすごい僕もね、自分の選手たちに教えるようにしてますね。やっぱ休むことで成長につながるっていうか、うん、つい最近も誰か休めない休めないって言って大騒ぎしてた人が、ビキニの女王です。ビキニ女王が忙しいんで、安井さんですか。安井さんは本当ね、今もうタレント業だけなんで、うん、ね、まあ、トレーニングやる時間がたっぷりあると思うんで、ちょっとオーバーを見てみますか。ね、だんだんこの本人は頑張ってるんだけど弱くなってくるのが分かるので、うん、とその都度体も硬くなってるし、はい、回復できてるのちゃんと休んでるのって毎回毎回聞いてるんだけど、休むことはサボることだみたいな風に言ってるもんで、なんかそうじゃない、積極的に休む、積極的に体を回復させる期間もちゃんと設けないといけない、だからそれはサボってるわけではない。確かにそうですね。そう、まあ、さっき途中で話があるのが、柏木さんは自分の経験からって言いましたが、柏木さん自身は大会にコンテストは出たことがないじゃないですか、まあ、出かけたことはありますけども、やっぱりやめたで、あれでしたけど、まあ、もともとウェイトリフティングやったんですよね。それから、まあ、ウェイトトレーニングはもちろん20代の頃は結構がっつりやってたし、ダイエットも本当になんか大会出ないのに、ね、実験的に絞ったりとかいろいろやってましたね。いろいろね、いろんなトレーニングもやって、あといろんなサプリメントとかどうなるかなとかって、まあ、こうやって自分の体で実験してたんで、まあ、その辺がすごいこう、ただのトレーナーではないですね。まあ、自分の体でちゃんとルールやりながら、あと怪我が多い、自分の経験からそういうね、休めるっていうと、まあ、アイデアで、そう、怪我が
社員で後輩で来た時、ああそうですね、まあ、最初言いましたけど前のとかで僕はエクサイズに初めてトレーニングで柏木さんのとこ行ったんですけど、その後まあ、柏木さんに慕って僕は下で働きたいなと思ってエクサイズスポーツクラブで、ここの前の前身のエクサイズスポーツクラブに僕は初めて、新入社員で入って、チーフトレーナーで、ペイペイトレーナーですね感じでやってたんですね。まあでもあんな感じだったじゃん。そうみたいな。態度でかい。いやいやいや。もう笑えたのがさ、もう面接の時に足こうやって組んでさ、後ろにこうやってもたれかかってさ。そんなでしょ。そんな。なんか社長のところでこうやって。本当ですか。もたれ。大丈夫かなと思って。で社長が大丈夫かとかって。俺に聞いてきたんだけど、いや多分大丈夫だと思いますって言って、まあ柏木君が言うんだったらいいよって言ってたんだけど、でさ、そういう、まあ、若い子が入ってきたと、はい、うん、で俺が特に教えるっていうスタンスを取らず、自分はこうやってこういう結果だったっていうのをよく聞いた話してたのね、うん、だからそれは聞いたことから学んでほしい、うん、だからまあ先輩ずらして教えるとまあなんかうんみたいな感じになるのかなっていう気がしてて、だからいろいろやってこうだ、これはこうだ、これはこうだ、これはこういう効果だっていう風にっていうのを話してたかな。だから聞いたりやったりしたこと、俺のその姿を見て覚えてくれるスタンスだったから、だからまあそれをまあ木澤は覚えられる、そういう覚え方がいいだろうっていうふうに思ってます。だからあえて教えるとかっていう時間も取らなかったし、まあなんか柏木さんが休憩時間にトレーニングしてる姿はもうね当時から聞けて、本当に短時間で徹底的に読み込んでっていうのがすごい見てて、今でもすごい覚えてますけど、聞かせるのとかむちゃむちゃ上手じゃないですか、トレーニングしてて、あっという間にパンプさせて血管出して、あ、みるみる筋肉の表情が変わってくるっていうのを間近で見てて、聞かせるセンスってとんでもなく柏木さん持ってるなと思ったんですけど、こういうセンスっていうのはもうあれですか、もう持ったもんですか。やっぱりね、いろんな人を見てきたけど、やっぱり得意な人は得意だし、できない人はできないしっていう、ね、最初から、まあ、できる人もいるんだけど、もう全く何回言っても全然できんと、分かってんのかなとかって、動作は一緒なんだけど、その筋肉に対しての感覚って人によって違うんですよ。だから膝の動作を真似してそれじゃ全然ダメだとかっていう人もいるじゃん、うん、でまあそれで木澤自身は聞かせることができるっていう感じなんだけど、それはやっぱり人それぞれかなっていう気はする。感覚的なもの、聞かせるのが苦手な人にこう例えばこうした方がいいよとかアドバイスってあります？もちろん聞かせて重いのできるとかが最強じゃないですか。そう、ね、でもやっぱり聞かせるのはどうしてもこう下手だとかっていう人はこうトレーニングのこういうことやるこうやるとか、その部分の感覚がないっていう人がいたりするんだけど、その回数をやってみたりとか、うん、アイソレーションの種目やってからやるとか、事前ヒーローみたいなパンプ系の種目から入れて、とりあえず筋肉を感じないことにはやっぱり成長が少ないので、でその点、例の安井さんは何かと苦手なみたいで、聞かせる、聞かせる、うん、もうやたら期間行って、柏木さんが今まで見てたこう選手の中で聞かせるのがめちゃめちゃうまい選手っています？まあ、今見てる選手でもいいし過去見てもいいですけど、まあ、名前出せる人でトレーニング上手だなと思って。女子でだとビキニのショートで優勝したトーマスさんって、トーマスさん、あの子すごい、あ、そうなんですね、すご
こういつもやってて、あ痛い痛い痛いっていう感じで、もうやったら痛がるっていう、うん、まああとは膝も若い頃からもう補助して上がんないのにもっともっとゆっくりとかって、うん、その上がんなくても効いた感覚がある。あ、うん、だから普通だったら力が入らない時点でもう筋肉の感覚がないんで、それをもうめちゃくちゃ俺は重かった。いやもう本当に柏木さんあるよね、もう嫌っていうほど補助してもらったし、あと、マニュアルトレーニングですよね、いろいろやってもらって、まあ、この辺の話はちょっとこの後にしたいなと。